放送席、そして甲子園球場の皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーロー、9回抑えました岩崎投手、そしてサヨナラヒットの木浪選手です。まず岩崎投手、サヨナラで試合を締めくくりました。今の気持ち聞かせてください。いや、本当にナイスゲームだと思います。ありがとうございます。木浪選手のサヨナラヒットはどのようにご覧になりましたか？いや、もうね、もう早く決めてくれって感じで、はい、よかったです。ナイスバッティングでした。9回は同点でマウンドに上がりました。どんな気持ちでマウンドに上がったんでしょうか？いや、まあ、いつも通り抑えたくてうずうずしてました。岩崎さん、この雰囲気です。どんな気持ちでこのファイナルに臨んでいらっしゃいますか？いや、ね、ファイナル甲子園戦うのは初めてなんですけど、本当に、ね、最高の雰囲気の中やらせてもらってるんで、はい、なんとか勝ててよかったです。投手陣は昨日も今日もしっかりと抑えました。投手陣全体についてはいかがでしょうか？みんながいい流れ作ってくれてるんで、そこに、まあ、入っていくだけなんで、はい、本当にみんないい仕事をしてくれてると思います。これで明日勝てば日本シリーズということになります。矢崎さん、最後にファンの皆さんにお願いします。明日も勝つばい。まずは岩崎投手でした。それでは木浪選手に伺います。木浪さん、まず今の気持ちから教えてください。最高です。最後満塁で回ってきました。どんな気持ちでバッターボックスに立ったんでしょうか？前の坂本さんがフォアボールで出てくれて、もう任せたぞっていう合図を出してくれたんで、もうなんとか、はい、ここで決めようって思いました。はい、その中で最初追い込まれてしまいましたけれども、どんな意識だったんでしょうか？いや、2球目ボール球に手を出してしまったので、ちょっとやばいなと思ったんですけど、まあ、なんとか、自分らしく食らいついて、はい、最後あえて打ててよかったです。最後抜けた瞬間はいかがでしたか？もうよっしゃーって思いました。ファンの皆さんはご存知かと思いますけれども、今シーズン本当に満塁に強いですね。そうですね、はい、打てる気がします、はい、木浪さん、そして昨日も今日もですね、ピッチャー陣が非常に抑えていました。これについてはどのようにご覧になっていますか？いや、本当に守っていて、最高の投手陣ですし、なんとか野手で今日は助けられたんで、明日も野手で助けてピッチャーを楽に投げさせたいと思います。明日勝てば日本シリーズになります。最後木浪さん、締めてください。まあ、明日は決まりますけど、とにかく、自分たちの野球をしっかりやって、今日みたいな、足の震える応援よろしくお願いします。今日のヒーローは岩崎投手、そして木浪選手でした。